九州自由行来了。今天呢，我们要带大家前往柳川游船，一边欣赏美丽的风景，一边聆听船夫优美的民谣，最后再到在地的百年老店洛宗屋吃吃蒸笼鳗鱼饭。Let's go！喜欢我们记得按赞、订阅、分享哦！拜托拜托！接下来要去太宰府柳川坐船。我呢，坐船，还有车票。啊，出发吧！电车到达柳川站之后呢，直接在站台就会有人员指引你们去坐接驳巴士。我们现在是柳川，这样的脸，位于日本福冈县南部的柳川市，还有狭窄的人工河在室内纵横交错，这是一种特殊景观，也就是柳川的游船。这个活动相当有名，可以搭乘小船顺流而下，延览一下两边的古朴街景跟沿途的风光，甚至于在中间还可以吃冰淇淋哦。今天要介绍的就是柳川游船的活动。今天准备坐船吗？没错。すいません、日本のお客様、ちょっと挙手お願いします。ジャパニーズはどれくらい？イレブン、イレブン。イーアーサンス。はい、いってらっしゃいませ。エブリワン、アンダーザブリッジ。はい、エブリワン、ルックダウン、ルックバック。はい、内車の船ですか、気にしなくていいですよ。ね、ただ、皆さんが手を挟んだりしないよ。はい、じゃあ行きます。はい、エブリワン、エブリワン。エコー、エコー、OK、スリー、ツー、ワン。Oh, ソプラノ、せーの、スリー、ツー、ワン。本はいらん。はい、じゃあ行きましょう。アジア台湾、This is River Name Kawa。Kawa。Kawa。あの、古文書館ですね、サムライレターミュージアム。あの、古いやつは巻物があります。日本のお客さんの巻物。積み方、布積みと言います。はい、ブリバン、ボテッチ、ドントタッチ。ドントタッチ。しません。はい、ブリバン、400オールドヤッチ。400オールドヤッチ。みんな大丈夫ですか？はい、エブリバン、エブリバン、レフトサイドステップ、オールドオールド。晒太阳，晒太阳。啊，上の木々ですよ。ね、今残ってるとこも少ないで。はい、ブリバン、ブリバン。あ、OK。あ、たまたま。是是是。ランラン。おお。チャラララランランチャラララン。チャラララランランランチャラ。ララ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 ラ台湾図書館、図書館、図書館、図書館。日本のお客さん、図書館です。はい、あの葉っぱも色づいております。いや台湾、図書館、図書館ね、似てます。日本のお客さんやっぱ発音が、はい、します。みんなで歌いましょう。幸せなら手を叩こう。幸せなら手を叩こう。幸せなら態度で示そうよ。空みんなで手を叩こう。空みんなで手を叩こう。サンキューサンキューサンキューエコー。日本のお客様、こう左天井光の照り返し分かりますかね。白秋先生が水かげろうと表現します。自分家に船着き場を作られました。仕事が終わって船を止めて、次の日の朝
自分で船越えて会社に出勤されてました。動きます。本物です。絶対枝豆の方が美味しいと思います。はい、ここは福岡県の穀倉地帯ですが、大豆で出荷するそうです。はい、これはレフトサイドウッドブリッジ、ウッドブリッジ。日本のお客様も左が本当魚丸飲みすると喉がわって膨れますよ、ペリカンみたいな。ビビの木、モズの木、ミトリシス。グレープが今ナンバーワン。ワンカップ350円です。350。あとこの全然美味しいよ。ボテッチ、トントタッチ、トントタッチ。はい、日本のお客さん、前のお客みんな深く鍋で行っておきます。飓风的两百元。哎，欧丹，欧丹，欧丹，哎，拿罗布里奇。哎，欧丹，欧丹，就那个叫。阿张姐，阿张妈，你来。刚刚再给我们一个。哎，ありがとうございました。はい、はい、終わりました。ね、エコーが響きます。どこのか。青は青い空、ラはラパのラ、シは幸せよ、さあ歌いましょう、ドレミファソラシド。レコー。イエーイ。サンキュー。ね、光の光。柳川因为近海口，而且地势低，运河密布，自古就是久坐的鳗鱼乡。来这边，我们除了享受游船之外，来上一份鳗鱼饭，绝对是必备的行程。洛松屋，它在1860年创立，拥有已经超过160年的历史。它是一家充满传统风格的老店。当你踏进洛松屋，仿佛穿越时光，感受到古老式建筑所泛出的香浓炭烤香气。当然，它有一个日式包厢座位区，可以事先登记后等待座位。很日式的这个，对不对？日式忍者风格，还是你们这边好了，这边有那个屏风，那天外面有吃过，我们在那边不能再去了。柳川是被日本誉为世界第一最喜欢鳗鱼的地方，这里的蒸笼鳗鱼饭独树一帜，不同于一般的普烧方式。首先，他会将米饭拌入秘制酱汁先蒸一次，接着再搭上烤鳗鱼和蛋丝，再次蒸制。造访柳川，你绝对不能错过当地独特的蒸笼鳗鱼饭。我们今天品尝的是上等烤鳗鱼蒸饭，一份有四片装，一眼就可以看出这个鳗鱼饭的澎湃分量以及鳗鱼片的丰富，绝对是味蕾的极致享受。这是鳗鱼饭，洛松屋的鳗鱼饭，打开了。三、二、一，对不对？谢谢。哇！我们今天点的这是四片的，日币大概要3900左右。它没有饭，在下面呢。这个好吃吗？还没吃，要把它吃下去，各位观众，你先。鳗鱼饭，别挖下面的饭呢、啊，不然多。有一个字，你帮他念这个。你看好了吗？人间美味是吗？入口即化。嗯。甜甜的吗？香吗？很香。你要吃吗？
饭饭呢？帮你用好不好？嗯，好饭呢？要的。这个蛮你饭啊，它这个蛮你的，焦香焦香的，然后里面那个饭呢，就是非常入味，所以吃起来的它口感非常的好，然后鳗鱼很脆，然后吃起来又很软嫩。它炭烤出来那个味道吧，就是有那种焦香的味道，就是很令人觉得很着迷的。好，